前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。この藤本の格論チャンネルではですね、文章の書き方であるとか情報発信のポイント、またですね、フリーランスの方、また独立開業のポイントなどについてもざっくばらんにお届けしていくという番組でございます。ここの中ではですね、今後やっていきたいこととして、私の知り合いで例えば独立開業したという方の独立開業の秘話であるとか、またですね、経営の醍醐味、そういったところを先輩経営者に習おうシリーズを考えておりますと。で、その第1弾としてですね、今日は実はその方の会社にお邪魔しております。体メンテナンス藤沢代表の藤沢慎介さんのお話を聞いていきたいと思っております。はい、ということで今回はですね、体メンテナンス藤沢代表の藤沢慎介さん来ていただいております。で、藤沢さん、どうぞよろしくお願いします。こんにちは、藤沢です。はい、来ていただいているところ、藤沢さんの会社ですからね。はい、ここがですね、札幌市の、岡山空港のそばでやってらっしゃると。最寄り駅どちらでしたっけ？東方線の栄町から。はいはい、あ、岡山近いですもんね。そうですね、ちょっとだけ歩きますけども。はいはい、駐車場が15台分あるっていうのと、あとバスがすぐ、目の前に停まるので、車で来る方とかは便利な場所でしょうかね。岡山空港通りっていうのがすぐそばにあるのと、はいはい、ここが、そっちが新道ですね。で、ここが北港線って呼ばれてて、八丁目篠路通りっていうのが正式な名称でしょうか。なるほど、車乗ってる方には行きやすい場所っていうことですね。と、はい、いうところでですね、藤沢さんはこちらで、整体であるとか、またですね、体メンテナンスなので、姿勢を改善であるとか体質の改善、そういったことをやってらっしゃるというふうに聞いてるんですけども、はい、こちらやられて何年ぐらいになるんですか？もうすぐ11年。ああ、そうなんですね。10年近くもやってらっしゃると。もともと整体のお仕事なさってたんですか？いや、脱サラしてこの仕事を。ああ、そうなんですね。もともとはビジネスパーソンとしてどんなお仕事を？空調と衛生の設備の設計をやってました。なるほど。そこからなんか健康関係の仕事に行かれて、結構な変化だと思うんですけども、なんかきっかけとかあったんですか？ブラックだったあ、ブラックだったんですね。はい、残業が月に200とか。200ですか？あれ、過労死のラインが100ぐらいですよねいや、過労死寸前だ。過労死寸前って。あ、そうだったんですね。病院で点滴しながら現場に出るような感じだったので。じゃあ何度も倒れたりとかしたから。そうですね、名古屋に出張してる時に、はい、もうなんか向こうがゆらゆら揺れるぐらい暑かったのに、はい、体は鳥肌が立ってるっていう状態の時に自分の異常を初めて気づいて、それで上司に言って病院に行かせてもらって、で、点滴を打って、うん、で、また仕事っていう。いやー、辛いっすね、はい、そのなんかブラックなところで、200時間の残業で、そういう時でどうしてまた生体の世界といいますか、体の健康維持みたいなところに移られたんですか？点滴打ちながら、こう病院の天井見ながら。あ、そして白い天井ありますよね、病院の天井って。この先あと何年これ続くんだろうっていうのを考えてで、むしろですね、同じような人がたくさんいるので、それをケアする側に立とうという感じで、決心して脱サラで、そこから一応最低限国家資格は取っておこうということで、3年間学生生活を経て、今に至る感じでしょう。その整体の国家資格って何ていう資格があるんですか？柔道整復師っていうのを、はいはい、私の場合は、はい、取りました。柔道整復師を取るためには専門学校行く必要があって、はい、でそれ出てすぐなんか開業できるとか、そういうものではないですよね、なかなか。そういう人も一部いらっしゃいますけど、はい、やっぱりこう座学、学校で学ぶ内容と現場で触れる患者さんとって全く別物なので、やっぱり、経験値がものを言う仕事かなと思うので、いきなり独立はちょっと危険かなと。そういうところには自分の家族は送れないなとは思います、ね。確かにそうですよね。なんか学校出たてでっていうわけにもいかない世界ですよねと。で、それでじゃあ学生生活を送ってですけど、その頃社会人経験もあるので、何歳ぐらいだったんですか、学校？学生時代は30ぐらいでしたね。それ結構なんか初め勇気いりません？なんかこの年でとか何か。でも
スタートはリスタートは早い方がなるほどっていうので、まあ、気づいた時にやらないと、うん、今だったら今妻と子供2人いますけど、はい、この状況で独立っていうのはその当時よりも何倍も勇気が必要かなって思いますね。なるほど。でそれで学生生活を送って、でその学生生活の間も結構ですね、修行が半端なく修行なさってたみたいな形をさっき聞いたんですけど、はい、あの変態レベルなので変態レベルって言うとどういうことですか？まずそもそもが修行時代の給料が5万円しかなかったので、あのそれってなんかいろいろ問題なんじゃないですか？いろいろ問題だけど5万円で、はい、あの遊ぶお金は一切なかったですね。まあ5万だとそうですよね。で、まあ日中そこで修行を積んで、はい、で夜学校通って、で休みの日はあの学生っていう立場を利用してですね、病院であったり、治療院であったりにアポを取って研修させてくださいっていうふうにお願いして、で、あのいろんなとこ回って勉強させてもらってたんですね。どういうとこ回られたんです？まあ、整形外科のリハビリ室であったり、はいはい、あとは鍼灸院、それから整骨院が多かったですね。なるほど。でそういうところで修行してきて、で満を持して、あ、そうですね、卒業後に一回だからどこか別の整体、リハビリテーションのところで勤務なさったんでしたっけ？そうですね、まあ、人間の体を治療するってなった時にその体の 中をもっともっと知りたかったっていうのもあったんで、整形外科で、手術に立ち会わせていただけるっていう条件があった、条件で、研修させてもらって、あ、そうですね、でその後まあ治療だけじゃなくて経営っていうものも学ばないと潰れちゃったら話になるので、そうですよね。それで分院を任せるよっていうところに就職させていただいて、でそこで、まあ、治療院をこういろいろ試行錯誤しながら立て直すっていうこともやってましたね。でその後ちょっと、まあ、自分の理想と、まあ、雇われでやってる部員の、まあ、社長さんの理想とのギャップがあったので、自分の理想を追い求めて開業っていう形を取りました。なるほど。それがこの体メンテナンス藤沢というところなんですね、はい、ここでも10年以上、延べ何人ぐらいを施術なさったことになります？5万人以上は。5万人以上、はい、5万人ってすごいっすよね。じゃあそんだけやってらっしゃると、もうなんか大体見えてくるものとかあったりするんですか？そうですね、最初は骨格を整えることで、問題を解決していこうっていうふうにスタートしてるんですけど、ただ骨格を整えてもその日常生活の、うん、何でしょう、それぞれの癖であったり、まあ、ライフスタイルによってすぐ元に戻ってしまう方も一定数いらっしゃったので、うん、それで、まあ、姿勢だけではなくて睡眠のことであったり栄養のことであったり、ストレスのことであったりとか、まあ、あとは運動のこと、そういったことを全部トータルにアプローチというかアドバイスできるように、今はドクター、お医者さんから勉強を学ばせてもらったり、そういったことを経て、理想を追い求めてる最中というか、なるほど、はい、まだまだ先があるなっていうふうにやってますね。どうしても施術の院とかっていうと痛みがあるとか肩上がらないとか、まあ、そういったところで来る方が多いと思います。それにとどまらないで何かもっと健康増進とか予防とか、その人の人生を良くするみたいなところが、そうですね、はい、そこが、はい、そこが一番のゴールというか、最初は姿勢を整えたり背骨の動きをつけたりっていうところにこだわりを持ってたんですけど、それは一人一人の健康に対するほんの一部分であって、全部こうアドバイスできたらその人にとって一番というか、でそれが当たり前になるような習慣化をすることで、自分本人は気づいてなかったようなレベルのこうパフォーマンスアップというかですね、頭もしっかりキレキレで働くし、体も病気知らずっていう今回いろいろ
なんとかウイルスだなんだってこうありますけども、うん、そういうのに負けない自分の免疫、体作りっていうのが実現できるんじゃないかなっていうふうには考えてますね。いいですね、ありがとうございます。それでは最後にですね、2つほど質問して終わりにしたいと思うんですけども、まあ、1つはですね、まあ、藤沢さんの今後の展望ですね、こういうふうにしていきたいなみたいなところとか、あとはもう一つがですね、まあ、ちょっとこのチャンネル見てくださってる方の中にはまあ、フリーランスなりたいなとか独立したいなとかそういった方もいらっしゃるんで、そういった方への何かアドバイスですね。特に私ももともとブラック企業というか、まあ、学校教員やってて、そこから辞めて自分で独立開業、まあ、ただそれも意外と楽じゃなかったなっていうふうに思うんですけど、そういったところをなんか聞ければと思っております。それでは藤沢さんの今後の展望について伺います。はい、まあ、普段はこの治療院で来ていただいた方の施術に当たっているんですけども、まあ、自分の身一つでは限界があるんですよね、うんうんうん、なので、もっともっとその健康になるためのヒントというか、そういったものを情報発信して、ああいいですね、まあ、それで例えばこの近所だけじゃなく道内、もっと言うと日本全国の方にどん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 その健康になってもらうためのヒントを発信して、で、まあ、少しでもね元気な人を増やしていければなっていうのが今後の展望です。それからこれから独立であったりとかフリーランスを目指している方に対しての僕から言えることは、僕も藤本さんにこう来ていただいて、いろいろ話していく中で自分の理想であったりビジョンっていうのをこう明確にしていくことが可能だったので、やっぱり相談相手が相談相手が身近にこう気軽に相談できるっていうことができる仲間というかアドバイザーをやっぱりつけないと、自分一人で考えてる時はもうだんだんこうなんか頭が爆発してって、うん、そうですよね、答えが見えないというか、ずっとこう無限ループに陥ってしまうので、うん、やっぱりそこで、まあ、僕がこうやって動画に出るなんてことは今まで一回もしたことなかったですけど、すいません、そんな貴重な機会に、はい、背中を押していただいて行動するっていうこととやったりとか、やっぱりそういったことのきっかけになってくれる方を味方につけるっていうのはすごく大切かなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。そう言っていただけると大変ありがたい限りですね。ちょうど藤沢先生とさっき雑談で話してたんですけども、ここをですね、空港が近い、岡田の空港が近いということで、なんとですね、釧路から飛行機で来たりとか、利尻でしたよ、釧路、利尻島から、利尻、はい、島から飛行機で来る方がいらっしゃると、すごいですよね。まあ、ありがたいです、ね。いや、本当に。はい、で、よく考えれば、岡田の空港からここタクシー使えば10分ぐらい。そんなもん。そんなもんっすよね。なるほど、っていうところで遠方からもわざわざ来てくださっている方もいると。ただそれでもやっぱ北海道内のレベルなので、もっといろんな方に情報をお届けしていきたいということで、まあ、近々メールマガジンも始められるということですので、分かり次第またこちらに、掲載させていただきたいなというふうに思っております。そしてですね、まあ、独立開業というのも、まあ、意外とですね、まあ、一人でやるの難しくても他の方の相談する中で、まあ、いろいろと見えてくるものもあるというところで、そういった相談相手を大事にしていただくというのが大事だなというふうに今回聞いてて思いました。ということで今回大先輩に経営の極意というか独立開業の思いを聞かせていただくということで、大変私も勉強になりました。藤沢さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてこの後ですね、藤沢さんの委員をちょっと紹介をしてこの動画終わりたいと思います。というところで最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。さあ今回は体メンテナンス藤沢さんのところに来ております。今日実はですねお休みの日に来ていますので、自動ドアちょっと止まっていますので、ちょっと手で開けさせていただきます。はい、中に入ると土足禁止と書いてありますので、靴を脱いで上がるんですね。今日は特別にですね、お休みの日の中、スリッパが L、M サイズを合わせてお子様用のもありますね。今回特別にですねお休みの日に、撮影させていただいております。こんにちは、ようこそ。あ、こんにちは、藤沢さん。はい、はい、あ、こちらがいろんな掲示物がありますね。はい、そしてこちらが何のコーナーなんですか。ここはお子様連れでいらっしゃった方のための、まあ、子供、ちっちゃい子でも
スタッフが対応しているので、ここで遊んでてもらって、その間に安心して治療を受けていただくっていうふうにしています。そうなんですね。では施術室でお願いいたします。はい。初めて来た方も、あと、普段いらっしゃった方でも一度ここで現状を確認するために、いろいろお話を伺って、でその中でじゃあ今日はこういうふうに、治療していきましょうっていうふうなテーマを決めて施術に当たってます。こちらのベッドが、施術用のベッドです。ここは施術用のベッドなんですね。はい、あとは全身の周波数を測定する機械があるので、通常の手による検査以外にも、メタトロンって言うんですけど、ちょっとマニアックな、あんまり日本でも台数少ない機械を取り揃えて、それによって全体の健康状態をスキャンして、それもアドバイスの中に組み込んでいます。はい、ということでぜひ体メンテの藤沢にぜひまたお越しください。